杉並区今川2丁目でオレオレ詐欺が発生しました。被害に遭ったのは80代の女性で、昨日15日大手百貨店を語る者から、あなたのカードを使って買い物をしている中国人がいるという電話があり、続けて日本銀行を語る男から、犯罪給付金が出るので口座を教えてくださいなどという電話がありました。話を信じた女性は何者かにカードと通帳を手渡し、現金およそ50万円を引き落とされました。